クイズレットは単語カードの IT 版とでも言うと分かりやすいでしょうか。英語ではフラッシュカードというようです。この他にもスペルを確かめるスペラーや単語テスト、神経衰弱のようなスキャターなど、言葉を覚えるための様々な機能があります。その昔、高校生の頃、単語カードを作成したように、1単語ずつクイズレットを作成することもできますが、インポート機能を使うと効率よく作成することができます。また、英単語もしくは日本語の準備さえあれば、Google の翻訳機能で効率よく作業を行うことができます。例えば英単語ターゲット、Duo 3.0 やシステム英単語など、皆さんそれぞれの方法で普段学習している覚えたい英単語をテキストにします。私の場合は英語学習アプリの A ポンタに最近間違えた単語のリスト機能がありますので、こちらから作成します。メモ帳などに覚えたい英単語をタイプしてリストを作ります。作成した覚えたい英単語リストを Google スプレッドシートにコピー&ペーストします。Google スプレッドシートの B1 セルに Google トランスレート関数を入力します。この関数は様々な言語を翻訳してくれる関数です。Google Translate H,ES,JA これは H のセルにある英単語 ES を日本語 JA に翻訳するという意味です。コメント欄に記載しておきましたので、使用するときはそちらをコピーしてご利用ください。 B1 のセル内に A1 の英単語の意味が翻訳されました。B1 のセルにある Google Translate 関数をコピーします。B1 セルの右下にある黒四角のドットをマウスで掴んで下までドラッグします。B2 以下のセルに Google Translate 関数がコピーされ、A 列の英単語が翻訳されます。これでクイズレットにインポートするデータの準備は完了です。クイズレットで Create a Study Set のアイコンをクリックします。セットタイトル欄に適当なタイトルを入力します。ここでは覚えたい英単語と入力します。右にあるインポートボタンを押します。英単語と翻訳を一括入力するインポート画面が表示されます。クイズレットにしたい英単語とその訳を Google スプレッドシートからコピーします。Google スプレッドシートからコピーした英単語とその訳をクイズレットのインポート欄Import Your Data にペーストします。プレビューに貼り付けた英単語とその訳が表示されることを確認し、Import Terms ボタンを押します。Create a New Study Set 画面に戻りましたら、それぞれ Terms に English、Definitions に Japanese を選びます。クリエイトボタンを押します。これでクイズレットの覚えたい英単語の出来上がりです。優勝にはなりますが、クイズレットには画像を貼り付けることができるので、例えば地理の学習で国名を覚えるときなども利用でき、いろいろ工夫ができます。